7月4日です。2019年の、はい、木曜日ですね。だから今週のアメトークはこれからやるんですが、先週のアメトークはまあすごかったですよ。やっぱり宮迫というものの存在をほぼ完全に消してました。あ、編集ってこれだけできるんだなって思ったよ。すごいすごかったですよ、ほんと。宮迫のまず顔は一回も映んなかったし、顔以外の体の部分もホトちゃんがアップになった時にホトちゃんの向かって左側に宮迫の、左半身、半身までいかないんでね、左腕、左肩の端っこがちょっと見切れるぐらいでしたよ。で、声もこれはっきり宮迫の声だってわかるのは一個もなかったです。だからみんないろいろ喋ったり笑ったりしてガヤガヤしている中に宮迫っぽい声が、これ宮迫じゃないかなみたいな声がちょっと入ってるぐらいでした。本当に、全部消えてました。で、内容は、正直そっちばかり気にして見てたのであんまりよく分かんなかったんですね。でもそんなに面白くはなかったと思う。うん、それはなぜかというと宮迫の存在を消し去らないといけないので、宮迫のあの番組での役目は主にツッコミですから、MC の役目って振りとツッコミなんですけど、基本は振りはホトちゃんがやるので、あの番組基本あの誰々はどうですかって芸人に話振るでしょ。ホトちゃんナダルに例えば話振るときはナダルはどうですか、ナダルは何かあるとかって言うでしょ、ホトちゃん。そういう意味での振りはホトちゃんがやります。宮迫の役目はツッコミなんです、あの番組は。ああ、ロンハート姉妹番組だけあって、あのアメトークという番組はこれまで数々の天然を発掘してこの世に送り出してきました。出川もそうだし、英子ちゃんもそうだし、小宮もそうだよね、スピードワゴン小沢、最近で言うとナダル、あとなんだ、草薙もそうだし、あとあれであれあれ全然出てこない、スーマラの田中とか、田中もう出ないだろうけど、特にだから天然をたくさん呼ぶんです、あの番組で。天然の天然がたくさん出るんです。で、天然の天然っていうのはその予定調和じゃないところで起きるものなので、当然天然ですから、お客さんさえも言われないと気づかないっていうことがあります。なので天然にはツッコミが必要なんです。ちゃんとツッコんで、まず今天然が出ましたよということをお客さんに認識させることです。で、その天然の何がどうおかしいかをワンフレーズでできるだけ簡潔に短く伝える。それも即時にね、即時に。天然から時間空いちゃうと、時間空いた状態で突っ込んでもよく分かんなくなるので、それすごくシュールな感じになりますから。だってやってみる、ちょっと無理だわそれは無理だわ。じゃあなんか天然出たらやってみますから、私の天然、自分のボケに自分で突っ込んでも滑るっていうのは、これ私が提唱しているお笑いの鉄則なんですが、だから自分で突っ込んでもダメなんですけど、基本は。やってみるよ。これは完全にできるからね。布団が吹っ飛んだ。しょうもないねん。ほら、すごいでしょ。ここ今私一人しかいないけど、一人しかいないのにすごい空気になってよ、ここ。ほら、すごいでしょ。
私が旅行で行ってみたいところ、ハワイかな。普通やん。ほらほら、もうすごいゾクッとしたもん。なんか僧帽弁キュッて縮まったもん。僧帽弁が、僧帽弁って何、どこの弁、僧帽弁。でも本当僧帽弁がキュッて締まる感じがしたんですけど、僧帽弁の僧は僧、僧の僧、あれ坊さんの僧、人弁に、人弁に基礎、基礎字の僧だよ。基礎字の僧の、あの信じたいね。僧帽弁、僧帽弁、どれだ、僧帽弁、心臓の絵が出てきた。どこ、僧帽弁、あった。左心房と左心室の間の弁ですね、僧帽弁。僧帽弁じゃないな、どこかっていうと、こう肺動脈弁だね。肺動脈弁がキュッて縮まる感じがしましたね。もう一回やってみようか。もう一回やってみる。何がいいかな。宮迫です。違うな、三平です。のっちです。じゅんです。長作です。南春夫でございます。っていうつかみだったからさ、多分レッツゴー3匹の純と長作以外のもう一人の知名度えぐいと思うんですけど、あ、これこれ説になるな。でも次回でなんかトリオ芸人の知名度やるみたいですね。ぜひレッツゴー3匹でもやってくれていることを期待しますが、だってみんな純と長作と南春夫のトリオだと思ってるでしょ。あのトリオ、南春夫でございますはボケですからね。知らないか、そもそもレッツゴー三匹を。私もそのつかみしか知らないんだけどさ、つかみが一番面白いんですよ、あのトリオ。多分そっから尻すぼみになっていくネタなの、多分レッツゴー3匹って。レッツゴーですからね、 ちっちゃいつが入らないですから。レの後いきなり大きいつですから、レッツゴー3匹なんです。じゃないね。だツッコミが必要だから、ツッコミはただ MC やってる芸人であれば誰でもできるので、誰ができるかっていうとね、まあ、サンちゃんはできるでしょ。しんちゃんもできたんですよ、これが。ダウンタウン、浜田もできるし、松本もできます。松本はただボケに回した方が面白いので、松本にあんまりツッコミはさせない方がいいです。なんだと、いろいろ書いて、有吉もできるし、淳もできるし、今田東野もできるし、フットの後藤もできるし、書いてない人、あの私のメディアゴンの原稿に書かなかった人で言うと、高俊のあっち、トシもできる。ツッコミだよね、トシ。うん。やべはできるかっていうとね、まあできるね。これはできるんですね。できるかできないかで言うとできるんですね、これは。クリームの上田もできますし、まあだからいろいろいるから、本当に。まあホトちゃんをどうするかっていう問題は残るんですが、まあ、ホトちゃんも合わせて首でもいいかもね。
大したことしてないから本当に、番組の不良債権みたいなもんですから本当に、これはもうしょうがないただあんまりガラって内容を変えるとなんかこうね数字が落ちるんですよね、本当やってること変わんなくてもそういうリニューアルすると数字が落ちるということはまあまあある現象なので、しんすけの時のようにただそういう洗礼もあるので、行列も鑑定団も MC 変えたけど続いてますから、でも本当早めに手を打ってください。ホトちゃんだけだとあの番組の面白さ全然出ないから。今回は確かに宮迫が絡んだシーンは全部切らなきゃならなかったので、宮迫が突っ込んで初めて面白くなったシーン、笑いが起きたシーン、要は宮迫が落としたシーン、宮迫がオチをつけたシーンというのは全てカットされてました。そのせいであんまり面白くなかったというのはあると思います。カットされたくだりに面白いものいろいろあったと思います。なんて言ったってだってナダルもいたし、おたけもいたし、天然がたくさんいたから、津田もいたし、ダイアンの濱家も、濱家天然って感じじゃないんですが、いじられキャラになってますね、ロンハーで。濱家は完全に、うん、で、あれ、だからそういうあんまり面白くないシーンを寄せ集めて尺を埋めるしかない状況なので、あと普通通りに編集したら切られている、要はこれまで A5 ランクのね、 A5 ランクの肉だけ集めて作ってた牛丼なんだけど、その A4 とか A3、 場合によっては B の牛肉もちょっと集めないといけなくなってますから、 B なのかなB の B ランクの牛肉とかあるのかな、とにかくそうなんですよ。だからもっとうまい例えがあるだろう、なんか、だからコパアメリカだ、そうだ、日本だ、フル代表では連れていけなかった、若手も集めないといけなかった、そういうね、そう、一軍の選手ばっかり集めて作れる状態じゃないの今、その作品を二軍からも呼んでこないといけないの、若手からも。ワールドカップよりメンバー落としてやんないといけないの。この状態が長く続くとほんまに終わってまうので、あの番組今はまだ宮迫が切られた編集の物珍しさで見てられますが、特にさ、今回もパクリ台湾グランプリで、で宮迫がまだいる時に収録したやつなんですが、パクリ台湾グランプリこそ宮迫のツッコミがあってねえ、光るシーンがあるような、だってザキヤマとフジモンがとことんふざけて、でもそうか、ザキヤマとフジモンで落とせるか、よく考えたらあの二人のあれで落ちてるか、そうだよね、落ちるんだよね十分、なぜかっていうとそれ振りがあるからなんですよね。振りっていうの、ここで言う振りはあれです、あのパクリ台湾グランプリの振りは明確です、あのパクられる前の本物のあのネタのとこですちょっと何言ってるか分かんないねあのだ、例えばレギュラーのネタをパクるとしたら、パクリ台湾グランプリってまずレギュラーがその本物がネタをやるわけね、あるある探検隊って、
で、その後ザキヤマとフジモンがパクったバージョンをやるんです。そうです。だその本物のところが振り、いいですか。振り、振りとは何かの説明しますか。また振りっていうのは非常にお笑いの世界では多義的な言葉で、それがこの言葉の理解を難しくしている要因だと思いますが、一番広い意味で使うと、何かの前に何かやれば、その前にやられた何かは全部振りです。時間的な A の振りとして B をやるって言ったら、なんか時間的に本当先立っていれば全部振りになっちゃう。例えば、分かりやすいやつで言うと、例えばさ、コロッケに五木ひろしさんどうですかって言うと、コロッケが五木ひろしのモノマネしてくれるでしょ。これ五木ひろしさんどうですかが、コロッケのモノマネを引き出すためのフリーですよね。これもフリーですよ。浜田が笑ってはいけないで、松本さん VTR のフリーお願いしますって言うじゃない。で、松本がなんか言うでしょ。これはでは VTR、 この後 VTR になるので、 VTR に先立ってる何かだから、これはフリーなんです。 VTR のフリー、 VTR のフリーいろいろあるよ。例えば浜田が VTR どうぞって言ったら、その VTR のフリーだし、 VTR の前になんかパンパカパカパカパーンとかって言って VTR に行くんだったら、そのパンパカパカパカパーンが VTR のフリーですよ。そう、私はこれだと多義的すぎるので、もっと絞った競技の振りというのを定義しました。これはボケとツッコミにつながってくる振りなんですが、ボケに先立つもので、ボケが巻き起こすズレの存在を分かりやすくするものを振りと言います。であれですね、だから純です、長作です、南春夫でございます。これ南春夫でございますがボケです。これはだから、これ南春夫じゃない人が言ってるわけだから、南春夫じゃないからね、あの人で。純と長作は本当の芸名なんです。だから純と長作の二人はちゃんとした自己紹介をしてるの。ちゃんとした自己紹介1、ちゃんとした自己紹介2の後に間違った自己紹介をすると。で、自己紹介が間違っているというのがこうズレです。このボケが出してるズレは、自己紹介が間違ってる。南春夫じゃないのに南春夫だと名乗っているというのがズレでございますね。で、先にこのボケの前に正しい自己紹介、自分の名前を正しく言うという自己紹介を2回やってるわけですね。これで自己紹介は正しくやるもんだという意識がお客さんに植わるわけですよ。植え付けてるわけですよ。その後で間違った自己紹介が来るので、あ、この人間違ったことやってるというズレが際立つ、お客さんに分かりやすくなる。これがフリーです。これは私の定義した競技のフリーです。ボケのズレを際立たせるためのボケに先立つ何かしらの言動や状況設定といいますかね。これフリー。で、パクリタイワングランプリのボケはザキヤマとフジモンです。で、ただパクるんじゃないんですよ、あの二人。いろいろアレンジを加えるんですね。で、そのアレンジがズレになってるわけ。ちゃんと完コピじゃないのよ、完コピじゃ本当に。ちょっと動きを変えてみたり、ちょっと顔を面白くしてみたり、ちょっとなんか余計な一言つけてみたりっていうことを二人ともやるので、ザキヤマもフジモンも。そこがズレになってる。
そうするとそういうのが何にも、そういう添加物が何にもない元の本物がやってる元のが、これが正しい本物のネタっていう、これが不利になってるわけですね。そういう複雑な構造なんですよ。だから振りが、そういうきちんとした振りがあるので、ツッコミがなくてもある程度ズレは際立つから、宮迫はあんまりいらないかもしれない、パクリタイワングランプリは。そう思えてきました。ツッコミも振りと役割は一緒なんです。ボケのズレを際立たせる、お客さんに分かってもらう、ボケを認知してもらう、内容を理解してもらう、笑ってもらうというための手段です。ツッコミは時系列的にはボケの後に来る。振りとツッコミ併用する場合もありますよ。併用する場合もあるんですよ。どっちかしかない場合もある。でどっちもない場合っていうのもあるんだけど、さっきの純です、長作です、南春夫でございますはの後に、南春夫でございますの後に、その真ん中の南春夫さんをね、本当に名前が思い出せない、ま、とにかく南春夫じゃないんだけど、真ん中の南春夫を純と長作が本当両側で挟むように張り手を出すわけですよ。純も長作も、この張り手がツッコミですね。何を言うとねんっていう、うん、だからパクリタイワングランプリの宮迫のツッコミって、ザキヤマとフジモンが行き過ぎた、ふざけすぎた場合に入るので、そこはもう切らざるを得ないと思いますが、でもいいんじゃないかな。うん、何がいいんじゃないかな。何がよ。だからそう、振りがあるから、宮迫がなくてもザキヤマとフジモンだけで面白い。うん、から先週のネタ書いてない芸人よりはまだ A5 ランクたくさん集まってるんじゃないかなと思います。フル代表クラスが、だから期待して見てみましょう。でまあアメトークどうなるかね、あんまり終わってほしくはないんですが、本音を言うとちょっとはね、この本音言うと本当惹かれるんだけどさ、でも私本音言わざるを得ない、違うな、本音を言わずにはいられない人間なんで、本音を言わずにいられない、はい、タンタタンタンタンタタンってっていう人間なので、だからもう言っちゃうんですけど、ちょっとだけね、ちょっとだけ終わんねえかなって思ってるところもあってですね、だってこう私が今までに見てた番組というか原稿を書いた番組がたくさん終わってるわけです。たくさんといってもめちゃイケと皆さんだけなんですが、だってガキも笑点もまだ続いてるわよ。そうなのよ、ガキももうだいぶ死にたいなんですけどね、あの番組だけ。ほんとぬるいロケばっかりやってるからさ、誰から好評なのかわかんないけどさ、有名人に会うまでぶらりし続けましょうとかさ、スマホなしで待ち合わせとかさ、行ったことない街のベスト3とかさ、本当にぬるいロケばっかりやってるから、本当に死にかけてますよ。通常放送なくなるかもよ。で だからこれでアメトークも終わったら、本当に私がなんか番組を、関わった番組を終わらせる死神みたいな風になるんじゃないかなと思ってて、
これは完全に私の妄想なので、そんな風に言ってる人多分いないんですけど、いないけどちょっとはいねえかなと思ってる節もあって、だってまあ死神っていうのはあんまり名誉なもんではないでしょうけど、悪名は無名に勝ると、悪名は無名に勝ると持っているので、ちょっとそういうなんかプロモーションの材料あった方がお金になりそうじゃない、そういう分かりやすいプロモーションの材料があった方が。私セルフプロモーションとか全然してないからさ、してないから全然やってることマネタイズできてない。でまあ金もらい始めたら終わりだというのはある。例えば私がテレビもっとたくさん出るようになったら、なんか林先生みたいな感じで出るようになったら、テレビ局からたんまりお金をもらうことになるわけで、そうするとテレビ批判とかできなくなるじゃない。人間はお金の出どこを批判できない、これは真理です。批判するのが難しい。私も事務所とか直のお客さんのこととか言えません、こんな場で。それは悪口言えと言われたら言えるけどさ、言えるけどよう言わんわ、関西弁で言うたらよう言わんわ。そんなもん、よう言わんっていうのはね、言えないっていう不可能の意味合いもあるし、あえてそんなことはするわけがないっていうような意味合いも両方入ってくるから、関東弁にこのぴったり対応する表現がないんですよ、このよう言わんっていうのは。よう言わんはそんなもん。うん、眠くなってきた。本当、悪名は無名に勝る。もう、もうじゃなくて、しかし、いや本当、続けたいんだったら早めに後釜見つけてね。矢作は多分どんなに頑張っても数ヶ月は謹慎した方がいいと思うので、数ヶ月も持たないだろうから、ダメトークって結構取ってからオンエアまでが割と長い感じがしますけどね、 2,3 ヶ月普通に経ってるような気もしますが、はい、そういうことでございます。という話をしていたら、今何分ですか？ちょっと待ってね。ちょっと待って。もう28分30秒が経っていました。ので、では恒例のカラオケカルタを最後に。今回は今回レからですね。レナの本当にレゴブロック、レ Rape me my friend、 これ R だ。レインドロップス。ふん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 。レイン。なんかあるだろ。レイに結びつけないで。レア。
レウ、レオ、レオ、飛びかかれ、飛びかかれ、ガオで、レ、レオ、レオ、レオニダス。違うな、レッキングクルー。レッドホットチリペッパーズ。レッド、あ、レッド？レッドマン。レッドマン。おー、それゴッドマンだ。ちょっと違う違う。グリーン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 ググリーンマン、グリーンマン、レッドマン、レッドマンってどんな歌だった？赤い赤い赤いあいつ、シャア、強い強い強いあいつ、シャア、こんな歌だったよ。シャアが来るって。やつの影。はあ、何に通じるんだろうか。レッドマンっていうのはこれは円谷がやってた特撮ものなんですが、レッドマンがウルトラマンとかに出てきたなんか怪獣とか宇宙人とかと戦うんですね。戦うショートムービー。どういう枠でやってたのか私もちょっとよくわからんけど、多分調べりゃ出てくるから各自調べてください。なんかほんと1作品5分とか10分とかしかないんじゃない。要はまあ円谷プロの中での着ぐるみの使い回しなんですよ。あの最大限悪い言い方をするとウルトラマン、別のウルトラマンの作品で円谷プロウルトラマン以外にもいろいろやってますのでね、特撮を。ウルトラマン以外はことごとくマイナーですけど、知らないでしょ。ミラーマンとか植草教授の前の元祖ミラーマンっていうのがあるんですよ。戦え僕らのミラーマンってやつがあるんですよ。ファイアーマンとかあるんですよ。ロックマンじゃないよ。ロックマンのファイアーマンじゃないよ。ロックマンのファイアーマンより古いんだこちとら。燃えろ僕らのファイヤーマンってやつがあるんですよ。多分ファイヤーマンやミラーマンに出てきた怪獣とも戦っているような気がする。そのレッドマンが、まあ、要は戦ってるだけの作品です。短い作品、いろんな怪獣とやってるはずなのでいろんなのはありますが、一個一個は短い。まあ要はあれですね、オンリー版ですよ。バイブラでいうところのオンリー版。これも通じないみたいよね、本当に。ウルトラマンってドラマパートとバトルパートがあるでしょ、大きく分けると。30分番組なんで、前半15分、CM 後半15分っていう、それはそういう流れなんですけど、そういう分け方じゃなくて、ドラマやってるパートと最後ウルトラマンが変身して出てきて怪獣と戦って戦うっていうシーンがあるでしょ。それをドラマパートとバトルパートって言ってるんですけど、私はその要はバトルパートだけを集めた作品なんですよ。レッドマンってドラマがないの。怪獣とあのレッドマンが延々戦ってるだけですから。でウルトラマンにも例えばなんかね、後年出た VHS とかで、要はウルトラビッグファイトとかですけど、その各ウルトラマンの作品の人気の怪獣のバトルパートだけ編集して集めたみたいな映像作品も出てるんですよ、ウルトラマン。だって昔から多分ウルトラマンの人気のあるところってバトルパートですから、それは子供たちからも特撮オタクからも人気が高いのはバトルパートですから、バトルパートだけ編集したものとかもあるわけですよ、作品としてね。でこれはねあれなんですけどね、AV もですね、ドラマパートとバトルパートがあるでしょう。 AV やエロアニメもドラマパートと
バトルパートがあるでしょ。でバイブルブラックという有名な、その筋には有名なエロアニメがありまして、バイブルブラックもドラマパートとバトルパートがあるんですね。でバイブルブラックのバトルパートだけ集めたやつっていう作品もあるんです。そのバイブルブラックのバトルパートだけ集めた作品をオンリー版っていうんです。バトルパートオンリーってことです。でこのオンリー版っていう用語を、私エロアニメ業界全体の用語なのかなと思ってたら、どうもバイブルブラックだけにしか言わないみたいでして、でも便利だから広げて。このでもバトルパートの話もう2回ぐらいしてる気がする。今日もレだよ、レレッドマン、レンコン、レンコン、レンコン出てくるだろう、レンコン、あのお弁当の歌に、お弁当箱の、あれ、お弁当箱のじゃないよ、ちょっと先走りましたね、コレックラーイのですよ、コレックラーイのお弁当箱に、おにぎり、おにぎり、ちょっと詰めて、あれ？もう覚えてないよ。刻み生姜だっけ？刻み生姜なんか入れるの？弁当に。刻み生姜に、刻み生姜なんか入れるか？弁当に。何用よ、刻み生姜って。紅生姜でもないんでしょ？紅生姜って。刻んだ生姜だけどさ、あれ。刻み生姜？まあそこ置いといて、人参さん、ごぼうさん、あれ、しいたけさん、筋の通った風紀、レンコン出てこないっけ、この歌、しいたけさんの前後にいた気がするんですけど、レンコンさん、大体刻み生姜なの？どういうやつよ、刻み生姜って。紅生姜じゃないでしょ、話戻ってるけど。ちょっと Google 先生に聞いちゃうよ。お弁、これくらいの？なんて言うんだ。お弁当箱に、おにぎりおにぎりちょいと詰めて、刻み生姜にごま塩振って、人参さん、さくらんぼさん、しいたけさん、ごぼうさん、穴の開いたれんこんさん、筋の通ったふき、ほられんこん出てくるじゃん。刻み生姜、刻み生姜とごま塩を振るっていうことは、これおにぎりに振ってるのかな。おにぎりに刻み生姜を振るのか、わからないな。なんだろうこれ、どういうやつ、紅生姜。レクタンゴ。じゃあ今日はこんなもんにします。多分昔からツッコミ入れられてるやつだと思う、この刻み生姜は。なのですごい陳腐だと思います。じゃあまた次回、さようなら。